ド政府が国家安全保障法を提案した後、香港の機動隊が催涙ガスを発射して、市内中心部に抗議者の群衆を分散させるなど、香港の状況は再び緊迫しています。抗議の波を巻き起こした。緊張が高まるにつれ、抗議者の群衆がこの地域に集まることを計画した後、警察は香港立法議会本部の周りに配備されました。多くの店、銀行、オフィスが早く閉鎖しなければなりませんでした。その後、警察は若者の小さなグループを取り囲み、彼らを道路に座らせ、人々を暴行した。香港での最近の抗議行動は、中国政府による国家安全保障法の提案に続いて勃発し、都市での分離主義者、破壊者、テロ活動に対処しました。先週北京で発表された中国の諜報機関が香港に基地を設置することを許可することが期待されている法律は、日曜日に香港の通りで不安を引き起こしました。警察はまた抗議者を分散させるために催涙ガスを発射し、大砲をスプレーしなければなりませんでした。米国、オーストラリア、イギリス、カナダ、西側諸国は、香港でのセキュリティ法の適用の決定について、懸念を表明しています。しかし、中国政府と香港政府は、市の自治のレベルに脅威はなく、新しい安全保障法が厳しく、焦点を当てられるであろうと言います。安全保障法は、香港と中国の長期的な安定を維持することを目的としており、集会や言論の自由に影響を与えることはなく、市の金融センターの位置に影響を与えることもない。香港行政長官のマシューチャンが確認しました。暖かく寒い天候の中のインドシナは、インドと中国の間の緊張が近年高まっています。しかし、潜在的な軍事紛争の兆候は依然として多くあります。5月26日のインドのメディアは、ナレンドラモディ首相が国家安全保障顧問アジット・ドバルを含む会議を招集したと報告しました。陸軍参謀本部長のビピン・ラワットと外相S・ハイシャンカール。多くの人が中国とインドの間の武力紛争の可能性を懸念していた時に、この動きは世間の注目を集めました。インドはラックを維持することを決めた。モディ途上期の数字の会合は、ドクラムグループを再現しました。これは、ドクラムでの中国との73日間の対決、中国東方ことと呼ばれるに対するインドの対応に参加したワーキンググループです。2017。したがって、ドクラムグループの会合は、インドの一般的な軍事状況を議論することを意図しているが、メディアはまた、ラダックでの中国との最近の緊張も言及されると述べた。最近、中国は、ラダック東部の紛争国境地帯、ラックで練習するために5000人の兵士を引き寄せました。この事件は、インドのマスコミで、想像しく、20年以上で、最悪の国境危機になる可能性があると主張した。中国は、ラック地域の現状を変えようとしていると主張する人もいます。一方、5月26日のヒンデュースタイアン、タイムズ紙は、ドリムの数字の一つを引用して、インドはそれを実現させないと述べた。彼は言った、ここでの最後の境界は、ラックでの現状のいかなる変化も許さないことです。私たちは、過去に同様の状況に直面しており、今回は状況を強さと抑制で。一方、5月27日のドクラムグループ会議の後、インドの政府高官が中国との緊張について警告した。オーストラリアから香港、台湾から南シナ海へ。それからインド、さらにはアメリカでさえ、好戦的な中国が世界を支配することを、あらゆる犠牲を払って目指しています。両国の指導者たちは黙っていた。実際、国境の話の範囲を超えて、インドと中国の二国間関係の違いを強調する、最近の進展は絶えず増加しています。今週、与党の BJP 党の二人のインド国会議員、ミーナーク・シレッキと、ロジュル・ケイスワンが、タイのアンアンの台湾の指導者となる2回目の、就任宣誓を、オンラインで、出席しました。
リブミントサイトで前例のないと説明されています。これにより、ニューデリーの中国大使館は、一つの中国の原則を尊重するようインド政府の見解を歴と、カスワンに思い出させる手紙を送るように導きました。台湾に加えて、インドのメディアも最近、中国の他の関心領域にかなり焦点を当てていると報告しました。例えば、タイムズ・オブ・インディアは、クワッドプラスというフレーズを使用して、インド、米国、及び日本の代表者によるコロナウイルスの新株、COVID-19 に関する非公式のオンラインディスカッションを行っています。オーストラリア、ニュージーランド、韓国、ベトナム。一方、ほとんどの観測者は、クワッド、米国、日本、インド、オーストラリアがこの地域における中国の影響力のバランスを取るためのイニシアチブであることを理解しています。これらの詳細は、両国間の緊張を温めます。しかし、5月27日の解説で、トリビューン、インドは、北京とニューデリーが裏口によって、対立を解決しようとしていると分析しました。したがって、新聞は5月26日の最新の記者会見中に、中国外務省のスポークスマンが、ラック地域での対立について、質問を受けなかったという事実を引用しました。中国の王毅外相は、日曜日の90分の記者会見で、インドについて言及しなかった。同様に、現時点でのインドの外相は、中印問題についてかなり固執していました。要約すると、これまでのところ、両国の首脳やラック問題は、オブザーバーとメディアのコメントにのみ現れており、双方の指導者たちは公式声明を出していない。ドナルド・トランプ米大統領は、米国が北京の行動に対応して、中国を標的とすることを計画している、厳しい措置について、今後数日で発表すると述べた。今、私たちは何かを準備しています。あなたはそれを非常に興味深いと思うでしょうが、今は言いませんが、数日でそれについて話します。彼は米国が反中国制裁を発行するかどうかの質問に答えました。彼は制裁が計画の一部であるかどうかの質問に否定的に応答しましたが、それが何か強いものになると確信しました。一方、ブルームバーグニュースは、米国大統領の政権が、中国当局、金融会社及び金融機関に対する一連の制裁措置を検討していると報じました。通信社によると、ここでは特に中国の当局者と企業が米国の資産を凍結する能力について言及しています。部門間の協議が進行中であり、最終的な決定はなされていないことに注意してください。米国の国家安全保障に関する大統領補佐官、ロバート・オブライエン氏は以前、NBC とのインタビューで、ワシントンは、香港に関して、中国に制裁を科すことができると述べた。国家安全法案を通過させるとき、その後、中国はこの問題についての米国当局者のコメントに対応し、米国が中国の利益に反して行動し続けた場合には、対応すると誓約した。香港の自治と自由に影響を与える中国の決定は、米国国務長官マイク・ポンペオが言ったように、ワシントンに一国二体制の原則の評価を再考させるでしょう。前、彼は中国の全国人民代表大会の議題に、香港国家安全保障法案を含めることを非難した。ポンペオによれば、これは香港の法律に違反しており、ここの人々の意思を無視しています。米国国務長官はそれを地域自治の死の前兆と呼んでいます。数ヶ月の比較的静かな状況の後、日曜日に香港で反政府抗議行動が同時に発生し、警察が催涙ガスと水の大砲を使って解散させ、180人以上が逮捕されました。国民は中国の国会での検討のために、国家安全保障法案に反対するために通りに行きました。香港政府の首相、キャリー・ラム氏は以前、法案の見直しを指示し、法律の通過は香港人の権利と自由に影響を与えないと述べた。サウスチャイナ・モーニング・ポストが以前に報告したように、中国は
破壊的活動と分離主義的活動を禁止する香港専用の国家安全保障法案を起草しています。新聞の筋によると、この法律は中央政府打倒のあらゆる形態の扇動並びに対外テロ及び介入を禁じている。米国とシンガポールは南シナ海で海軍演習を行っており、5月27日米国海軍は海軍とシンガポールが今週南シナ海で2国間演習を行っていると発表しました。アセス・ガブリエル・ギフォードとシンガポールの手強いマルチステルスフリゲート RSS 大きいサイズだけでなく写真。ただし、COVID-19 急性呼吸器感染症の大流行のため、この運動は依然として社会的分離規則に準拠しています。演習は5月25日と26日に南シナ海の国際海域で行われた。アセス・ガブリエル・ギフォードの武器、長さ418フィートは2017年に製造され、57mm 口径銃、50mm 口径銃、30mm マーク44ブッシュマスター銃、ヘルファイアミサイルを備えていました。RSS ステッドファストは、長さが378フィートで、ハープーン SSM 対艦ミサイル、マダースター空対空ミサイル、ユーロドロップ魚雷、12.7mm 及び 76mm 口径砲が装備されています。5月26日、太平洋の米空軍司令部がツイッターでメッセージを放送しました。2人の米空軍 B-1B 爆撃機が南シナ海で任務を遂行しました。5月26日、タスクフォースの一部として私たちが選択した時間とペースで国際法が許可するところならどこでも飛行し、操縦する能力を紹介しました。